6月15日、諸村労働党中央委員会第8期第3回総会が開かれました。諸村労働党中央委員会は、第8期第2回総会で提案した2021年度の党と国家の主な政策の実行状況を中間総括し、経済と人民生活の懸案解決の対策を講じ、目下の情勢に即して国レベルの重大事を強力かつ正確に推し進めることを協議し決定するため、今回の総会を招集しました。諸村労働党総書記である敬愛する金正恩同志が総会を指導しました。金正恩総書記が党中央委員会政治局員とともに会場の幹部団に姿を現すや、参会者皆は総書記を仰ぎ、熱狂的な歓呼の声を上げました。総会には、党中央指導機関メンバーのほか、党中央委員会の各部署、各省中央機関、武力機関の人、同クラスの指導機関と市、軍、連合企業の責任者がオブザーバーとして参加しました。金正恩総書記が、党中央委員会政治局の委任により総会を司会しました。総書記は会議でまず全党が党大会の決定実行のための初年度の活動計画を確定し、その実行に入ってから今まで党と国家活動で肯定的な成果が達成され、人民の革命的熱意が示されていることを高く評価しました。そして現在、我々の前に横たわっているいろいろな愛路と難関のため、国家計画と政策上の課題の実行過程に一連の変更も現れている。特に農業部門で昨年の台風の被害で穀物生産計画を達成できなかったため、今人民の食料事情が厳しい。今回の総会でその解決のための前向きな対策を出さなければならない。今がまさに、諸村革命特有の生命力である不屈の革命精神と自力更生、国庫奮闘の気概が最大に必要な時である。全党と全人民の沸騰した気勢をさらに上げて、今年の政策上の課題を無条件達成するための徹底的な対策を講じるのが、今回の総会を開く基本的趣旨だと述べました。金正恩総書記は、総会で協議する議案を提案しました。総会では、主な国家政策の上半期の実行状況の総括と対策に関する問題、今年の農業に総力を結集する問題、市場貿易状況の長期化に徹底的に対応する問題、今の国際情勢に対する分析と、諸村労働党の対応の方向付けに関する問題、人民生活の安定と向上、党の育児政策の改善と強化の問題、人事異動が主な議案として上呈されました。党中央委員会の委員たちは、上呈された議案について全会一致で決定しました。総会では第一議案について協議されました。上半期の主な政策上の課題の実行状況についての実態の資料と、党と国家が至急対策を取るべき懸案が総会に報告されました。諸村労働党中央委員会政治局常務委員会委員である金徳文内閣総理が、今年の経済部門の政策上の課題の実行状況について、朴春鐘諸村人民軍総参謀長が、人民軍の活動について、キム・ジェリョン党中央委員会部長が反社会主義・非社会主義との戦いの状況について詳しく報告しました。キム・ジョンウン総書記は第一議案の協議の際、上呈された問題についての重要な結合を述べました。総書記は結合で、人民経済各部門と各単位の上半期の活動状況を詳しく分析し総括して、実際の変化と発展志向的な結果を必ず出し、5カ年計画達成をしっかり保証するための部門別課題と方途を示しました。そして、諸村式社会主義の前途と人民の運命に関わる
反社会主義、非社会主義との戦いをさらに構成的に着実に展開する上で指針となる原則的問題に触れました。また党活動の革新と強化は党と革命対立の威力を鋼鉄のように固め、革命と建設に対する党の政治的指導を確実に保障することにつながるとし、目下の党活動を発展させるための重要課題を示しました。金正恩総書記は第一議案の結合を述べて、全ての部門、全ての単位で党と革命に対し担っている聖なる責任と本分を自覚して100倍に奮闘して今年の戦闘目標を立派に達成すべきだと強調しました。総会では第二議案が協議されました。メーチャルマン党中央委員会部長が今までの営農実態について詳しく報告しました。金正恩総書記は農業を立派に営むのは現時点で人民に安定した生活を提供し、社会主義建設を成功裏に推し進めるため労働党と国家が最重大視し最優先的に解決すべき戦闘的課題だとし、昨年の営農での教訓と今年の不利な条件からして全党全国家の力を農業に総結集するのが切に重要だと述べました。そして日増しに強まる災害性異常気象の影響を避けるのを今年の穀物生産課題達成のキーポイントとし、農業部門と気象観測部門が緊密に協力し合って自然災害を最小化するための対策を立て、各部門が強力に支援することの重要性に触れました。総会では市場貿易状況の長期化に徹底的に対応するための問題を第3議案として協議しました。金正恩総書記は国家市場貿易活動の今の実態を分析した報告を聞いて、悪性ウイルスによるパンデミックの保健危機が日増しに悪化している状況下で国家的に必ず解決すべき急務について明らかにしました。また市場貿易状況の長期化は国家市場貿易活動での最大の覚醒、強い規律遵守の気風の長期化であると同時に経済全般を維持し人民に食・衣・住を保障するための戦いの長期化であるとし、今の状況にふさわしく国家的に貿易体制を完璧に堅持し、経済指導機関が市場貿易という不利な環境の中で党の経済活動を緻密に手配するための課題を示しました。これとともに全ての党組織と政権機関が人民の生活上の要求を適時に十分満たせることに優先的な力を入れることを特別強調し、軽工業と水産業をはじめ人民生活に直結する部門で生産を増やすための革命的な対策を取りました。総会は続きます。各国で偉大な金正恩総書記の朝鮮労働党中央委員会での活動開始57周年の催しがありました。ロシアとパキスタンで総書記の業績についての討論会が、ナイジェリアでは政党団体の合同討論会が開かれ、政界をはじめ社会各界の人と多くの市民が参加しました。発言した人たちは金正恩総書記の指導のもと、朝鮮労働党は指導者を中心とする一枚岩の団結を成した革命的な党、広範な大衆の中に深く根を下ろした大衆的な党に発展したと述べました。そして金正恩総書記は朝鮮労働党を勝利へと導いて世界の平和と自主寛容に多大な貢献をしたとし、勝利と栄光に輝く総書記の数十年もの聖なる党指導の歴史を称えました。また金正恩総書記の正しい導きのもと、朝鮮労働党はこれからも敵対勢力のあらゆる挑戦と策動を粉砕し、各分野で奇跡と革新をもたらすだろうと述べました。石炭工業部門で台風と大水をはじめ災害性気候による被害を防ぎ、生産を正常化するための措置をあらかじめ取っています。ハムギョン南道地区炭鉱連合記入所では、数百メートル区間の擁壁の補修と河川整備を短期間に締めくくり、排水設備を増設し、
危険箇所を見つけ出して対策を立てています。他の炭鉱連合企業所でも電力及び通信網の安全性の保障に力を入れる一方、炭鉱の沈殿地排水路の泥さらいを短期間に終え、緊急状況に対応するための準備を着実に行っています。また坑内の排水システムをつぶさに点検し、適時に排水ができるよう切り葉にポンプとパイプを増設しています。春春セメント連合企業所で連日生産の実績を伸ばしています。企業所では平壌市の1万世帯の住宅建設に必要なセメントの生産の段階別計画を立て、その手配を綿密に行っています。原料の保証を優先させ、工程間の噛み合わせと工体間の協力を強めて生産の連続性を円満に保障し、設備と資材の国産化リサイクル化の実現のためのイノベーションを力強く推進しています。労働者技術者は知恵を出し合って価値ある創意考案を取り入れ、調整炉の稼働日数を増やし生産性を高めています。春春石灰石鉱山では連続的な大発破でより多くの鉱石を確保し、鉱物の生産を1割以上増やしてセメントの増産に寄与しています。各地の青年が人民経済の主要部門で成果を収めています。ファンヘ製鉄連合企業所の青年たちは新たな生産技術の土台を築くためのプロジェクトの建設で先頭に立っています。ポサン製鉄所の回転炉の補修工事にあたったチョンリマ製鋼連合企業所の青年たちは、耐火レンガの運搬と沈殿物の処理などの作業課題をやり遂げ、鉄鋼材の生産土台の整備補強を後押ししています。2月8日ビナロン連合企業所の青年たちは新たな生産能力の確保のための工事現場でコンクリート打ち込みと壁の上塗りを進めており、ナムフン青年科学連合企業所の青年たちも発生炉の再処理と基礎掘削運搬作業で実績を上げています。フンナム肥料連合企業所の青年たちも窒素肥料の生産能力の拡張工事で玉の汗を流しています。採掘建材工業部門の青年たちは浸水口の復旧と生産工程の整備補強、生産能力の拡張で成果を収めています。防食工業部門の青年たちも人民経済計画の達成で青春の気概を十二分に発揮しています。各地でリサイクル化が活発に進められています。新疆郡食料共生事業所では自力でプラスチックの廃棄物を原料とするプラスチック袋の生産工程を設け、経営活動に必要な包装容器を十分賄っています。平壌市石鹸工場をはじめ市内の各工場でも原料と資材の国産化リサイクル化を名脈として生産の正常化に励んでいます。南方床生産事業所では廃油の再生利用のために根気よく努めています。以上でこの時間のニュースを終わります。こちらは朝鮮の声放送です。朝鮮労働党第8回大会では2021年から2025年までの5カ年計画期間の経済戦略が示されていますが、それについてお話を伺いたいと思います。はい、その経済戦略は整備戦略、補強戦略です。これは国の経済を外部の影響に左右されることなく円滑に運営される、つまり正常の軌道に乗せるということ、それがその目的です。この新たな経済戦略を実行するためにどのような取り組みが行われているのですか？いろいろとありますが、その突破口ですね、あれを金属工業に定めています。つまり金属工業を盛り立てることでこの突破口を切り開くということですね。はい、そうです。鋼材の生産レベル、それは取りも直さず全般的な5カ年計画の遂行率といえますからね。はい、金属工業の役割によって自立経済の運命が左右されると言えますからね。その通りです。いわば金属工業は力を発揮すれば、化学と電力、石炭、機械工業といった基幹工業部門が活力にあふれて発展し、そして人民生活に直結する農業、軽工業、水産業も活性化することができるからです。
第8回党大会では金属工業部門で新たな展望計画機関に土鉄の生産システム、これは国内の原料と技術による鉄の生産システムですよね。はい、そうですね。土鉄の生産システムを技術の面で完成し、能力を拡張して鋼材の生産を画期的に増やすことについて強調していますが、はい、その土鉄の生産システムをそれを技術の面で完成すること、これは自立経済の50年いや100年の未来に関わるしかしも重大事です。貯存式の製鉄システムが確立はされていますが、その正常運営とコストダウン、クオリティアップなどまだまだ解決すべき問題はたくさんあります。土鉄の生産システムの確立といっても、その正常な運営と実際の鋼材の生産があってからのことです。それだけに現行の鉄の生産を正常化し、新たな生産能力を確保するのも重要なことです。それで今主な製鉄所、製鋼所で現存の生産工程を先進技術で改造し、省エネ型の新たな製鉄炉を建てて生産能力を拡張しているんですよね。そうです。鋼材の生産を増やすために、鉄鉱石の生産を活性化し、北部地方に埋蔵されている活炭岩、その活炭を製鉄の生産に利用する科学技術上の問題を解決するための研究も深めています。そうですよね。金属工業部門が国家経済の頼もしい支柱工業ですからね。その通りです。支柱ですから、その役割を果たしてこそ自立経済の威力を絶えず発揮させることができます。金属工業に力を入れて経済全般の発展を促し、社会主義建設の新たな勝利を収める、これは貯存労働党の意思です。はい、貯存労働党第8回大会で示された5カ年計画期間の経済戦略についてお話を伺いました。人民のための建設は続く。今年も貯存では人民により安定した文化的な生活条件を提供するための住宅建設が力強く展開されています。平壌では孫新孫八区に1万世帯の住宅が、トートン川のほとりに800世帯の階段状の住宅エリアが建てられています。北部のゴムドク地区では山岳峡谷都市の建設が推進中です。今これまで以上の挑戦とハードルに直面しているというのは世界周知のことです。しかし人民のための建設が絶え間なく続いている諸村です。1902年、2013年10月20日金正恩総書記が観光したミリム乗馬クラブを訪れた時のことです。ミリム乗馬クラブの風景が本当に素晴らしいという総書記の顔には、人民のためまた一つ甲斐ある仕事をしたという喜びがあふれていました。総書記は、今年我々が建設をたくさんした、人民の文化生活と福祉増進に寄与するモニュメンタルな建築物をたくさん建てたと誇りに満ちて言いました。当時ルンラ人民スポーツ公園、新ピョンクムガン景勝地、ウンハ科学者通り、ムート遊泳場、リギョン歯科病院、オクリュ小児病院などが進行し、マシクミネスキー場が観光を控えていました。この日総書記は、人民にもっと何をしてあげようかという考えが頭から離れないとし、人民のための建設は続くべきだと言いました。総書記は国の至るところに人民のための建築物を数多く建てるよう正しく導いて、建設の最盛期を開きました。決して恵まれた環境でなされたものではありません。ヤンドク温泉文化休養地の建設現場を訪れた総書記は次のように言いました。今我々が人民の文化生活のため少なからぬ建設を行っているが、今条件が格別よく余裕があって、また豊かだからでなく、世界で一番良い我が人民を一日も早く社会主義文明の絶頂に立たせようとの労働党の揺るぎない決心と強い意志によって、万難を排して建てる
一つ一つの創造物だと。人民の幸せに生きがいと喜びを感じ、人民のより大きな幸せのため全てを尽くそうとの燃えるような意志で、今年も人民のための献身の足跡を記す総書記です。3月23日平壌市の1万世帯の住宅建設の着工式に臨席した総書記は、その2日後には武漢の海岸上の住宅エリア建設のビジョンを現地で示しました。これは決して見取り図の大好み見られるものではありません。年末には現実となるでしょう。人民のための建設は続く。高台氏とお話ししました。